シク空やチェロキー文字とそのラテン文字転写、英語が併記された道路標識、チェロキー文字は、チェロキー語を表記するために、インディアンの銀サイク氏のシク空や、ラテン本字、S シクエイやが発明した音節文字である。チェロキー文字は音節を表す、わずか85の文字で、チェロキー語を十分に表記することができる。当初は1語につき1つの小形文字を定めていたが、 考案した文字が数千に上った時点で親戚に燃やされてしまったために音節文字を作ることになったという。この文字中には、ラテン文字の字と同一または似通ったものもあるが、ラテン文字とは違う音節文字であることもあり表す。音歌は全く異なる。ラテン文字による本字は時に近似的なものである。例えば、チェロギーの辞書であるジョラギーは、英語の TS、L、 G に転写されるが、これは、ラテンアザ表記が示す音よりもむしろ、日本語の茶行、打行、ガ行の音に近い。この文字は、音声言語の音韻の違いを完全に表現しているわけではない。例えば、D、母音の音節の大部分は、T、母音の音節とは異なる字型を用いるので、弁別できるが、G、で始まる音節は、K。 で始まるものと同じであり区別されない。また長母音と短母音の区別も通常なくトームの表示もなく、シーン連続を表現する一貫した規則もない。とはいえ他の若干の文字体系と同様成人の和者は文脈から語を判別できる。この文字体系はたちまち広まり、チェロキー語詞、チェロキーフェニックスでは数十年にわたって用いられた。今日でもレシピ、宗教伝承。 民は等を書き留めるのに用いられている。チェロキーの共同体の一員となるにはこの文字体系の知識が必須であるとされている。近年チェロキー文字が大西洋を隔てたリベリアのバイ文字の形成のもととなったということを示す証拠が見つかった。バイ文字は西アフリカ生まれの表記法としては最初のものである。チェロキー文字の発明の後、バイ文字の発明より前に、 リベリアに移住したチェロキー人が両者の橋渡しをしたと推定される。このような人々の一人、チェロキーのオースティン・カーティスは、バイ人の巧妙な氏族に加わり自身も有力な属長となった。バイ文字の存在を世に知らしめた家の名がチェロキー人、カーティスの家で見出されたことは偶然ではない。またバサ文字の初期の形態と、チェロキー文字との間にも関連が見られる。 中、標準の部位はビボインを表す。ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。